今回は山形市内走行中です。さあ住宅街を巡っていきますよ。こんなところにこんなお店あったのみたいな、そんな敷地のない名店に出会えたらいいな。静かですね。落ち着いていていいですね。ちょっとすごい迫力の石の鳥居があるんですけど、国指定の重要文化財だそうです。作られたのが平安時代だそうですよ。日本でも古い時代の鳥居の一つ。ばったりこんなに古い時代の鳥居に出会えるなんてすごいですね。いや、平安時代からこの場所に立ってると考えるとすごくありがたい気持ちになりますね。普段からこの辺り車では通りますけど、なかなかね細い道入ることないので知らなかったです、私。あら、いい眺め。お散歩コースにもいいんじゃないですか。なかなか地元の方じゃないと通らないような道ですもんね。さあ住宅街に、こんなところあったの、なんてお店あるかな。名店出会えるでしょうか。お店の気配がないですね。いや細いですね。のぼりがある。わカフェですって。しかも野菜の自販機、なおちゃんファーム。なおちゃん、私もなおちゃん。ほら、こんにちは。すみません、突然。テレビです。こちらお店ですか。3週間前にオープンしたワカフェになります。おめでとうございます。びっくりしました、この住宅街で。ちょっと実は素敵な名店に出会いたいなと思って巡っていたんですけど。それうちですね。こちらでしたか。ありがとうございます。素敵。お邪魔します。あら、なごむわ。ちょっとちょっと、落ち着く空間ですね。ありがとうございます。ズバリこちらのお店、はい、どんなお店なんですか。うちお餅をついておりまして。お餅、お餅カフェですか。お店のおすすめは何になりますか。一番はこのお餅、うん、3種類のお餅プレートが、うん、はい、まあ、食事のメニューとしては、うん、おすすめでございます。はい、スイーツメニューとしてはお餅をワッフルメーカーで焼いた、モッフルと、あとこれフサコのチーズケーキって言うんですけど、はい、フサコって私の妻の、妻の奥様、フサコさん、いやと思いきや妻のお母さん。そうなんですね。なるほど、はい、元気にしますか。いきなりビデオレターみたいになっちゃったから、すいません、ふさこさん。ちょっと写真ないんですけども、クリームあんみつも出しておりまして、はい、おすすめばっかりじゃないですか。おすすめばっかりでございます。ですと、じゃあおすすめ、一番最初に言っていただいた、はい、お餅プレート、はい、ぜひ食べたいです。はい、ぜひ。いいですね。はい、こちらお餅プレートお待たせいたしました。はい、あ、お餅くださってありがとうございます。お餅いただいてありがとうございます。お餅してました。わあ、美味しそう。3種類のお餅が本当にワンプレートにぐっと大集合して、まずは山形名物、うん、納豆餅。素敵です。私去年の2月まで横浜でずっと働いてたんですけども、納豆餅って当たり前に山形で食べてたんですけど、はい、向こうの人誰も知らない。やだ。こんな美味しい絶品の料理を知らないんですか。向こう損してますね。で、向こうの方食べさせるとやっぱりすごく美味しいと言ってくれて、これはやはりちょっと価値のあるものだなと思って。そんな自慢の納豆餅がこちらでもいただけると。ツヤツヤ感がありますね。うん、うん、伸びもよくって、あ、おいしい。これ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 、あとまたこの納豆の
味をより一層引き立ててくれているお醤油、はい、合わせているのは何かこうこだわりのものを使ってらっしゃるんですか？あの企業秘密をバンバン聞いてくるなっていうところえ、お餅自体もやっぱりこうもちもちと柔らかいんじゃなくてしっかりとコシを感じるといいますか、これはどうしてなんですか？あの前の晩から低温でじっくりと水を浸水させて、で朝しっかり水を切って、まあ、業務用なんですけどこの薄と絹でつく動きで作っておりますので、その上でコシがまあ強いのかなと思います、はい、なるほど。そしてこの真っ白な海苔がかけられているのが、はい、こちらがツナマヨ餅でございます。すごい、おにぎりでしかツナマヨ、はいはい、聞かないですけど、まさかのお餅に、お餅に、はい、合わせちゃったんですね。合わせてみました。うん本当にツナマヨだ。あ、合う。あの、間違いなく食感はお餅なんですけど、はい、食べた後の味わいは本当新しいんだけどすごく親近感があります。美味しいですね。結構皆さん驚かれますね、初めて食べたって言ってこれどうしてツナマヨのお餅を作られたんですか？はい、私の妻があのツナマヨいいんじゃないっていうアイディアを出してくれて、え、ちょっと奥さん呼んでいいですか？あ、どうぞ。奥さん、奥さん、ヘイチェリー怒らないんですか、はい、奥さん寛大、寛大なんで大丈夫素敵なバランスですねありがとうございます。ツナマヨのお餅ピンときちゃったんですか？まあ、納豆餅はもう絶対っていうことだったんですけども、あと何がいいかなって時に日本人ならツナマヨが好きだなと私も好きだったん で、はい、でそこでツナマヨにしてみたら意外に合うぞと。なるほどなるほど。もう納豆餅をもしかしたらこう追い抜くある意味ソウルフードになっちゃうかもしれないそう見てるのねえ。いやでも本当納豆もあんこもツナマヨもそれぞれのトッピング の味わいが生きるっていうのはそのベースのお餅の力じゃないですか。そうですね、うん、昔からこうじいちゃんばあちゃんからずっと脈々とこう伝えられてきたものっていうのはやっぱり価値があるからやっぱり今に残ってるのかなって思う部分がすごくあって、こういった伝統的なものをもう一回見直すっていうのはなんか新しい発見に温故知新じゃないですけどつながる部分があるのかなと思って、まあ偉そうですけどそんな思いも込めてちょっとお餅をついております、うん、本当なんか自分の隠れ家にしたいくらい素敵なお店でした。はい、はい、また来ます。あ、お客様バトンタッチでありがとうございました。やっぱお餅だけで腹持ちもいいですし、なんだろう、心もお腹も大満足。よし、本当住宅街の店ってこうね、さっきみたいにこうパッと出てくる感じなのでちょっと集中して目を凝らしていかないとですね。わっ、何このって面白い看板ですね。すごくデザイン性がある。このお店ありましたっけ？え、ちょっと寄ってみましょう。え、どういうことどういうこと、なんかワクワクが詰まってますよ。こんにちは。すごい、オープンスペース、天井も広い、開放感があるオープンスペースですね。そこにキッチン1、2、3って並んでいて、それぞれ違うお店さんが入ってるってことかな。ご飯も食べられる柿の実食堂。こんにちは。ごめんなさい、テレビ U 山形の土曜日ポンチと申します。はい、あのこちらの場所っていうのはどういう施設なんですか？うちはレンタルキッチンで、はい、中村志向さんが経営されてるんですけれども、ブースが分かれてまして、違う曜日に他のところさんとかが入ってたりとか。じゃあこれから先お店を出したいなって思っている方をちょっとこう応援するような、はい、ちょっと手を差し伸べてくれるようなそんな場所。そうですね。じゃあ常に柿の実食堂さんはこちらにオープンしているわけでもない。わけではないです。木曜日だけなんですよ。そうなんですね。じゃあ1週間に1度しか出会えないプレミアムなお店。へで、肝心なことを聞くのを忘れていたんですが、こちらのお店って色紙ってありますか？色紙、はい、なんかどなたか来てこう書いて置いてたよとかないですか？色紙のない名店ですね。
どういったお店なんですか？やっぱりジャム屋、山形県産の果物とかできれば使ったジャム屋なんですけど、はい、それだけじゃ面白くないので、ご飯にジャムとかも入れちゃって提供してます。ご飯にジャム、ちょっと想像つかないです。食べてみます。甘いご飯ってことですか？あ、甘くないですね、全然。面白い。ジャンバラヤってどういうお料理でしたっけ？ジャンバラヤは炊き込みご飯ですね。アメリカの郷土料理なんです。それにジャム入れちゃって。ジャンバラヤとジャムのコラボレーションってより一層ちょっと見てみたくなりますね。ご飯とジャムの組み合わせですよ。お待たせいたしました。あら、スイーツ、スープ、ドリンクとついて、いや、欲張ってよかったです。このジャンバラヤにはどういったジャムを使っていらっしゃるんですか？はい、トマトジャムですね。はい、ジャンバラヤはアメリカの郷土料理なんですけど、それはやっぱトマトを使われた炊き込みご飯なんですよ。なのでトマトジャムを入れて作ってます。お、きます。スパイシー、ちゃんと辛みがきますね。あ、でもただただ辛いんじゃなくて、ちゃんとトマトが中で生きてます。よりコクといいますか、味わいにこう奥行きを出してくれているような。コク出すためにちょっとジャム使わせてもらってます。はい、おいしい。トマトジャム、ご飯に合いますね、びっくりですよね。あんまりね、発想がないと思うので、もう本当勢いとノリでした。はい、これジャンバラヤは今日の限定メニューって感じなんですか？今月、月替わりにしてますね。そっか、じゃあこのジャンバラヤはテレビをご覧の皆さんは食べることができない。そうですね、できなくなっちゃう。次はインド料理にしようと思ってて。アメリカの郷土料理の次は今度インド。そうですね、インドの炊き込みご飯をちょっと作ろうかなって思ってます。ジャムの幅って無限大。そうなんです、無限大なんです、自分でも思ってます。その無限大の驚きと美味しさを味わっていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。